やっと見つけたじゃん。ほんと手間取らせてくれたわね。砂隠れの忍びか。この間は世話になったわね。あの時はよくも俺たちを騙してくれたじゃん。散々利用してくれた礼はたっぷりしてやるよ。あなたたちで私の相手が務まるかしら。いくら主格の力を持つその化け物の子がいてもね。こいつ好き放題に言ってくれるじゃないか。ならその化け物の力、今度はお前が味わってみろ。虚しいやつだ。邪魔はさせないわよ。いざ尋常に始め。消えろ。ギャルはね。消えろ。遅いわね。無駄だ。砂の忍びを見くびる。消えるか。消えるか。俺がこんなとこで負けるわけないでしょ。転生したばかりで体が馴染まないみたいね。ここまでだな。覚悟するじゃん。もう勝ったつもり？悪いけどそれはとんだ間違いね。口寄せの術。下がっている。ガーラ。砂漠級。砂漠曹操。おお。助かったよ、ガーラ。逃げられたか。でも、あいつなんでこんなところにいたんだ。またこの歯崩しでもやろうってのか。あの三人も言っていた。うちはサスケがどうこうと。つまり狙いはうちはサスケか。なら今回の中忍試験の会場に行けばオロチマルや奴らが現れる可能性が高いってわけじゃん。急いで中忍試験会場に向かおう。